行にご注意ください。
動車は春の方が早まります。まもなく春の日に着きます。飛び口は右側です。皆様方、お仕事にご注意ください。本堂を出ますと、次は復興に変わります。Thank you.
は左側です。左側と右側にご注意ください。大野町を出ますと、次は南高架に停まります。
小家の博多から乗り換えのご案内です。この列車は16時27分発、加市、赤間、盛岡方面、普通列車の門司港行きです。方面普通列車の門司港行きです。発車いたします。閉まるドアにご注意ください。JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は多市、赤間、盛岡
折尾方面普通列車のご乗降です。これより先、吉塚、孫崎、千早の順に終点の門司港まで各駅に停まります。お客様にお願いいたします。車内は禁煙です。お家族はご遠慮ください。優先席付近では混雑時には携帯電話の電源を切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、通話はご遠慮くださいますようお願いいたします。車内の安全確保のため危険物の持ち込みは禁止されています。駅や車内で不審な荷物などを発見した場合は速やかに駅係員、車掌、または運転士などを知らせてください。また危険な行為を発見した場合や有料のお客様がいらっしゃる場合などは各車両に設置しております。非常ボタンを押してお知らせください。乗務員が対応いたします。列車の進行中やむを得ず急ブレーキをかけることがありますのでご注意ください。 JR 九州からのお願いでした。この列車の車掌は山重です。次は吉塚です。ご乗車ありがとうございます。まもなく吉塚に着きます。降り口は左側です。開くの足元にご注意ください。ご注意ください。発見した場合や急病の客様がいらっしゃる場合などは各車両に設置しております。非常ボタンを押してお知らせください。乗務員が対応いたします。列車の進行中やむを得ず急ブレーキをかけることがありますのでご注意ください。 JR 九州からのお願いでした。この列車の車掌は山重です。次は箱崎です。ご乗車ありがとうございます。まもなく箱崎に着きます。降り口は右側です。開くドアの足元にご注意ください。ご注意ください。
は近いよね。ご配慮いただきますよう皆様のご理解とご協力をお願いいたします。また JR 九州では新型コロナウイルス感染症拡大に伴うご利用状況等により一部の特急列車において運転の取りやめや運転区間の変更などを実施しております。ご利用のお客様にはご不便をおかけし大変申し訳ございません。詳しくは JR 九州ホームページをご確認いただくか駅かりんまでお尋ねください。足元にご注意ください。ご注意ください。橋から乗り換えるご案内です。橋線土井長者丸方面普通列車の乗り行きは16時55分5番乗り場川次郎の方面普通列車の乗り行きは17時4分いたしました17時30分4番手ホームの発車です。ご乗車ありがとうございます。まもなく橋に着きます。降り口は左側です。
1番乗り場に着きます。開くドアの足元にご注意ください。ご乗車ありがとうございます。まもなく九三台前に着きます。降り口は左側です。開くドアと足元にご注意ください。閉まるドアにご注意ください。次は復興台前です。
乗車に向かいます。まもなく復興門が開きます。折口は右側で、開く動作を近すぎご注意ください。次の復興門前では、通過列車を待ち合わせるため、半分ほど停車いたします。引き続きご乗車のお客様は、発車までしばらくお待ちください。列車は16時49分発、普通列車の門司港行きです。ただいま通過列車を待ち合わせております。発車まで3分ほどお待ちください。今信号を待ち合わせております。
車までしばらくお待ちください。列車は小倉方面普通列車の門司港行きです。お待たせいたしました、普通列車の門司港行きです。発車いたします。しばらくにご注意ください。普通列車の門司港行きです。次は新宮中央です。ご乗車ありがとうございます。まもなく新宮中央に着きます。降り口は左側です。開くドアと足元にご注意ください。
ご乗車ありがとうございます。まもなく獅子組に行きます。降り口も左側です。ピラミッドの足元にお注意ください。ご注意ください。降り口は左側です。お客様の足元にご注意ください。
ご利用にご注意ください。
にご注意ください。
次の赤間から乗り換えのご案内です。ご利用黒崎方面快速列車の小倉行きは17時22分着きましたホームの向かい側2番線の発車です。ご乗車ありがとうございます。まもなく赤間に着きます。降り口は右側です。1番線に行きます。開くのは足元にご注意ください。次の赤間駅では快速列車が先に発車するため10分ほど停車いたします。引き続きご乗車のお客様は発車まで始発の待ち合わせに。列車は17時24分発、普通列車の門司港駅です。ただいま2番線までご乗車いたします。快速列車の発車を待ち合っております。発車まで10分ほど待ちください。
この列車は17時24分発、普通列車の門司港行きです。列車の門司港行きで発車いたします。島通りご注意ください。
方にご注意ください。
動車の方向になります。まもなく伊豆橋に向かいます。降り口は左側です。平戸道の下にご注意ください。ご注意ください。次の降りようが乗り継ぎのご案内です。航空高瀬または津田方面普通列車の大阪行きは18時1分お次の乗り場、若松線本庄福島方面普通列車の若松行きは17時50分7番乗り場からの発車です。ご乗車ありがとうございます。まもなく降りように行きます。降り口は右側です。5番乗り場に行きます。平戸道と四国にご注意ください。列車とホームとの間が広く空いているところがございます。降りの際は足元にご注意ください。その通りご注意ください。次は神宮までです。
ご乗車ありがとうございます。まもなく神奈川に着きます。降り口は右側で、開くドアと足元にご注意ください。番号にご注意ください。黒崎です。次の黒崎から折り込みのご案内です。特急スニーク43号大分駅は17時56分、着きましたホームと同じ2番乗り場からの発車です。ご乗車ありがとうございます。まもなく黒崎に着きます。降り口は右側です。2番乗り場に着きます。開くドアと足元にご注意ください。一番の方にご注意ください。次は八幡です。
ご乗車ありがとうございます。まもなく八幡に着きます。降り口は右側です。開くドアの足元にご注意ください。この列車は普通列車の門司港駅です。しばらくの間ご注意ください。次はスペースワードです。ご乗車ありがとうございます。まもなくスペースワールドに着きます。降り口は右側です。開くドアは足元にご注意ください。列車とホームとの間が広く空いているところがございます。ゴールド線は足元にご注意ください。次のスペースワールドでは、特急列車の通行を待ち合わせるため、5分ほど停車いたします。続きご乗車のお客様は、お車までしばらくお待ちください。後ほど一部の車内に車掌が参ります。ご用のお客様は、しばらくお待ちください。
この列車は18時ちょうど発、普通列車の持ち子行きです。ただいま特急列車の通過を待ち合っております。発車まで5分ほどお待ちください。この列車は普通列車の門司港行きです。発車までしばらくお待ちください。お待たせいたしました。普通列車の門司港行きです。発車いたします。しばらくにご注意ください。
ましたら初めて車のご自行行きです。次は江田です。失礼いたします。閉まるドアにご注意ください。ご乗車ありがとうございます。まもなく戸畑に着きます。降り口の右側です。開くドアと足元にご注意ください。閉まるドアにご注意ください。
次は九州工大前です。九州高台前に着きます。降り口は右側です。開くドアから足元にご注意ください。ご注意ください。次は西国境です。
次の菊名から乗り換えのご案内です。普通列車の下関行きは18時19分4番乗り場、特急ソニック45号大糸行きは18時41分着きましたホームの向かい側7番乗り場からの発車です。ご乗車ありがとうございます。まもなく菊名に行きます。堀口から右側で8番乗り場に行きます。開くドアから足元にご注意ください。新幹線へお乗り換えのお客様は1つ上の階新幹線乗り換え改札口をお越しください。18時16分発門司小森方面普通列車の門司港行きです。門司小森方面普通列車の門司港行きです。発車いたします。島の通りご注意ください。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。本州方面普通列車の下関行きは18時26分着きましたホームの向かい側5番乗り場からの発車です。ご乗車ありがとうございます。まもなく門司に着きます。降り口の右側で5番乗り場に着きます。開くドアの下方にご注意ください。列車とホームの扉が広く開いているところがございます。降りの際は足元にご注意ください。ご注意ください。
注意ください。次は終点の文字号です。降りの際は車内にお忘れ物や落とし物のご確認を十分にご注意ください。